はい、こんにちは、まやちゃんねる、まやはるです。はい、今日は久々、こちらですね。うん、デラックスシンカリオンシリーズ E5 はやぶさ E6 こまち超連結セットです。はい、ということで、ね、2018年1月6日本日からですね、アニメがスタートしたこのシンカリオンのデラックスセットを購入してみましたね。はい、シンカリオン自体がすごい久しぶりだね。うん、早速開けてみましょう。うん、よっしゃ、はい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 、ということで組み終わりました。こちらが E5 のはやぶさだね。うん、懐かしい。すごい懐かしい。これはまさにプラレール、うん、懐かしい。窓の部分は黒じゃないね。うん、うん、そこちょっと違うかなって感じするけどね。しょうがない、ね、ただこの光沢感、これはまさにあのプラレールの E5 と全く一緒だね。うん、イゴケはやぶさとね。ここにちゃんとはやぶさのロゴも入ってるね。おお、うん、そしてここにさ、あの電源の、あー、ほんとだ、わざわざ穴開いてんだね。うん、これはプラレールっぽくしてあるんだな。続いて E6 の小町だね。うん、はい、これもいい感じだ ね、 そうね、全く一緒で、同じように窓は白になってますね。うん、黒にはなってない。で、上に、うん、電源の穴も開いてるね。で、ちゃんとロゴ入ってるね。入ってるね。はい、はい、で、これが進化パスってやつだね。うん、こっちが E5 はやぶさで、こっちが E6 小町になってますね。うん、で、裏側こんな風になってます。で、これね、なんか進化ギアってのが出るんだって。うん、あ、変形音がちゃんと鳴るようになるらしいね。うん、うん、じゃあロボモードに変形させてみようか。うん、まずは連結を外すね。で、真ん中は武器庫になってるね。うんうん、前のシンカリオンも一緒だったね、これもね。分かった、開くようになってるね。あ、こんな風になってます。うん、こちらが上半身、こちら下半身ね。うん、はい、まずは下半身から変形させてみようか。はい、まずはここパカッと開けて出す。よいしょ、なるほど。はい、これで次はここをバカッと2つに割って真ん中割るのね。うん、あ、これでも足っぽくなったね。で、つま先を下にカチッとなるまで出す。下げるの、カチッとなるまでロックする。はい、で、ここを回してドアみたいなところね。うん、この部分をこうやって上に上げる。あ、足首が前に出る感じかな。で、こうやって上に出してこの連結部分を下に下ろして。あ、そうだね、邪魔だもんね。で、膝を縦に伸ばす。こうして下半身が完成。オッケー、上半身も同じ感じだね。まずはここを開いて、はい、右腕をまずこうやって前に出してつける。ああ、差し込む部分があるんだ。それでこっちも同じように出して差し込む。ああ、こういうところ前はなかったね。うん、それで腕を出す。腕が格納されてるのね、そこにね。そう、後ろの連結部分、ここにカチャッとセットして手を出して車輪をこうやって出して、この部分をこうして、このボタンを押す。それで頭が出る。はい、合体する部分をカチッと止めて、角を上げて、これで上半身が完成。上半身と下半身をここでガチャッとセットして、これで E5 はやぶさが完成したね。そうだね。うん、かっこいいね。うん、前よりもすごく良くなった。うん、細かく見るとこんな感じだね。うん、すごいかっこいいよね。そうだね、ちょっとツヤツヤしてるしね。ねえ、いいよね。本当に前のシンカリオンに比べて肉付きも良くなったし、腕太くなったしね。うん、このお腹部分はこれね、開いて必殺技グランクロスを打てるようになってる。そうだね、グランクラスじゃなくてグランクロスね。似てる名前だね。はい、続いて E6 小町だね。こっちも同じように転がして遊び、そしてプラレールの上で遊ぶことができるね。うん、で、同じように変形させていこうか。はい、まずは連結部分取って、これも同じようにここが武器庫になってるね。はい、こんな感じ。うん、で、同じように E6 小町も下半身を2つに割るね。よくいしょと、こんな感じ。足首を下に下げて前に出すでしょ。うん、反対側も一緒だね。膝を縦に伸ばしてこれで下半身完成。次に上半身も同じように2つに割って、ここをこういう風に2段階に前に出るようになって、これでこの差し込み口があるから、これで固定されるようになったね。そうだね、前この部分ね、ペラペラだったからペランペランですぐポロッと落ちたもんね。うん、これがすごく改善された。あと、この手、手もすごく良くなったね。あなた、ブチって取れたりしたもんね。そう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 、引っこ抜きやすかったんだけど、その辺がすごく良くなってます。で、手首も内側から出します。そしたらこの車両の下部分をちょっと下に下げます。そうするとここが開くので、そうで、後ろのボタンを押すとカーブが出てくるね。うん、はい、腹部を下に下げる、車輪を後ろにやってね。うん、そしたら上半身と下半身合体。これで完成だね。うん、E6 小町です。お、素晴らしい。
お、かっこいいね。すごいね。いい感じ。やっぱここ黒でもよかったかもね、窓ね、うん、これは自分で塗装した方がいいかな、うん、すっごい良くなった、うん、前はね、本当にね、壊れやすくてね、こう立たせてる時でも腕がポロって取れてるからそれに比べたら全然いいね、うん、しかも今回すごいなと思ったのは顔が動く、いい顔ね、そう、顔が動く、さらに、手もちゃんと動くから、この肩部分もね、カチ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 と動くからポージングもしっかりできる、うん、残念なのが下半身、腰とか、その辺は全く動かないですね。なんで、まあそれはしょうがないけど。じゃあ次、リンクガッタやってみましょう、うん、前のシンカリオンでもあったね、うん、まず上半身をそれぞれバチコーンと抜きます。バチコーン、バチコーン。で、武器をそれぞれ外して、 E6 の下半身に E5 の上半身をセット。ガチャン、はい、最後のこのマスクを頭にガシャ、これで完成。これで完成か。うん、あー、いいじゃん。かっこいいね。かっこいいね。武器をこうやればできそうだね。くっつけられそう。お、でウィニングをこっちに。え、すごいすごい、これはすごい。あ、これできんじゃん、これできた。わ、すごい。こういう感じだったよね、前のシンカリオンのね、うん、このリンクがあったの武器ね、すごい。え、できんじゃん。ちなみに、E6 ベースの下半身 E5、うん、このリンク合体もできますね。お、はい、残念だけどこっちは武器がないっていう、うん、状態だね。そうだね、はい、お、君、運行の邪魔をしないでもらえるか。そっちこそ。なんだと、ここは私の線路だ。違うぞ、こっちの線路だ。ならば決着をつけてやろう。チェンジシンカリオン完成。 E6 早めた。同時に完成してか。なるほど、実は私の方が早かったかな。ドド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 。うわっ、うわっ、今だ、リンク合体。何、リンク合体。うわー、あ、う、なに、うわー、あー、あー、うわー、うわー、ガチャン、あれ、何、リンク合体だと。俺もリンク合体、何も起きない。ブベだ、やった、勝った。はい、ということで今回はデラックスシンカリオンシリーズ E5 はやぶさ E6 小町超連結セットでした。はい、ということで今日の動画面白かったなと、気に入ったなと思った方はぜひいいね、また高評価、グッドライクお願いします、はい、そして今回のおすすめ動画はこちらにありますのでぜひ見てみてください。それとチャンネル登録はこちらからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。